朝鮮民主主義人民共和国国防委員会。朝鮮民主主義人民共和国国防委員会は、かつて存在した朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮における国家主権の最高国防同期間、直属の人民武力部、人民保安部、国家安全保衛部を司っていた。2016年6月29日に開催された最高人民会議で廃止され、 代わって国家の最高政策指導機関として朝鮮民主主義人民共和国国務委員会が設置された。国防委員会は1972年12月27日採択の朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法によって設置された。設立当初は中央人民委員会参加の部門別委員会であり、国防委員長は憲法の規定により、 国家主席が兼任した。1990年5月24日に開催された第9期最高人民会議第1回会議の決議により国防委員会は中央人民委員会から分離されて独立機関に格上げされ中央人民委員会国防委員会から朝鮮民主主義民共和国国防委員会へと改組された。同日の最高人民会議では 国家主席以下の要職の選出が行われたが、国家主席、国家副主席に続いて、国防委員会、そして中央人民委員会の構成委員の順で選出されており、国防委員会は中央人民委員会よりも上位の機関であることが示された。国防委員長は憲法の規定によって、国家主席の金日生が兼任していた、1992年4月9日の 憲法改正によって国家主席と国防委員長の権職規定が削除され、翌年4月9日、金日政に代わって金正日が国防委員長に就任した。なお、この憲法改正によって朝鮮民主主義人民共和国国防委員会の不死が設けられ、国防委員会は国家主権の最高軍事指導機関と規定された。百九十四年に 金日成が死去し、金正日が最高指導者の地位を継承した。金正日は、国防委員会を通じた、権力掌握の制度的基盤を構築する。九百九十八年九月五日の第十期最高人民会議第1回会議において、憲法が改正され、国防委員会は、国家主権の最高軍事指導機関かつ全般的、国防管理機関として位置づけられ、人民武力部、 国防省に総統を中心とする国防部門の中央機関の設置、廃止、重要軍事幹部の任免、戦時状態と動員令の布告などを行うことが規定された。そして国防委員長は憲法上の職権として国家の一切の武力を指揮、統率して国防事業全般を指導することが定められた。国防委員長の職権は憲法上では 軍事部門に限定されたが、同日の会議において、国防委員長の選出は、憲法改正によって、対外的な国家元首として位置づけられた、最高人民会議常任委員長など、他の国家幹部の選出に先立って行われ、大議員の金衛男、同日、最高人民会議常任委員長に、就任が、金正日を国防委員長に衰退する演説で、国防委員長を、 国家の最高職席と宣言し、国の政治、軍事、経済力の全般を建設、指揮すると規定した。各して国防委員長は憲法に規定はないものの、実質的な国家元首として位置づけられた。近日政の死後、2010年9月の朝鮮労働党代表社会の開催まで、北朝鮮の指導政党である、朝鮮労働党の最高意思決定機関である。 中央委員会政治局は、機能不全に陥っていたが、日本のジャーナリストである、平井久志、共同通信社編集委員権論説委員は、金正日は、実質的に活動している、統政治局委員と、国防委員会の構成委員とで、非常評議委員会のようなものを構成し、期間の決定を行っていたと推測している。これによれば、国防委員会は、 国家の最高軍事指導機関であるのみならず、朝鮮労働党政治局を代行し、北朝鮮の事実上の政策決定機関となっていたことになる。なお、2008年9月8日に開催された建国60周年、慶祝中央報告大会において、党中央委員会、党中央軍事委員会、国防委員会、最高人民会議常任委員会、内閣の連盟で発表された、 意外な労働者、金正日同士に捧げる祝賀文では、国防委員会は国家労働体系の中枢と表現されている。2007年頃より国防委員会の内部組織が整備されていった。先住の事務局である常務局が設置され、この下に外事局、行政局、スポークスマンが設けられた。そして軍人だけでなく、東王官僚も、 三事などとして配置されるようになった。2009年4月9日の憲法改正では国防委員長の権限が拡大され国家の最高指導者と規定された。そして国防委員会には国家の重要政策の決定権が付与されることになった。2011年12月17日に金正日が死去すると国防委員長は空席となり、 翌2012年4月13日に開催された第12期最高人民会議、第5回会議の決議によって、金正日が永遠の国防委員長として位置づけら、同職は事実上廃止された。そして、国防委員会の主位として新たに、国防委員会第一委員長の職が設けられ、金正日の産卵で後継者となった金正恩が衰退された。 金正恩が最高指導者に就任してからは、軍事的な決定は、国家機関の国防委員会より、党機関の中央軍事委員会で行われることが多くなっており、党の役割が最強化されたと言われている。2016年6月29日、最高人民会議において、国防委員会は廃止され、代わって、非軍人も多く参画する国務委員会が設置された。 国防委員会はその活動について最高人民会議に対して責任を負う。現行の2009年憲法、2010年に一部修正における国防委員会の職権は以下の通り。国防委員長をはじめとする構成委員は最高人民会議で選出される。任期は最高人民会議と同一とされ、通常は5年。再選制限はない。 1972年憲法に基づいて国防委員会が設置された際は憲法の規定によって権主である国家主席が国防委員長を兼職することになっていた。1992年憲法で国家主席と国防委員長の兼職規定が削除されて国防委員長は独立した職位となり、1992年憲法で国家主席が保有していた軍。 民兵の統帥権が国防委員長に移譲された。1998年の憲法改正では国防委員会の権限が拡大し国防委員長は憲法上の規定ではないものの国家の最高職責とされた。そして2009年の憲法改正によって国防委員長は国家の最高指導者として規定された。これを受けて毎日新聞は 国防委員長を元首と表現している。金正日は日本の報道機関においては朝鮮労働党の最高職である総書記という肩書きを冠して呼ばれることが多かったが、これはあくまでも党の役職名であり、国家機関における役職名は国防委員長であるため、対外的にはこれを最高指導者、事実上の国家元首の職名として名乗っていた。そのため、 南北共同宣言や日朝平安宣言のような外交文書にも同盟で署名している。2011年の金正日の死を受けて国防委員長は空席となり2012年4月13日の第12期最高人民会議第5回会議の決議で彼を永遠の国防委員長と位置づけることとなった。これによって国防委員長は事実上廃止となり 新たに最高職として国防委員会第一委員長が設けられ、三男の金正恩がこれに就任した。同会議において改正された憲法で国防委員会第一委員長は国家の最高指導者として体内外事業を葬式できると規定された。2009年憲法における国防委員長の職権は以下の通り、国防委員長はその職務について 最高人民会議に対して責任を負う。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。